ようございます、本日ですね、10月4日金曜日ですね、今日はですねちょっと平日になるんですけども、たまたまですね昨日あのインスタグラム見てましたら、本日、ノースフェイスの方でマウンテンジャケットが抽選があるみたいなんで、急遽ちょっとたまたま会社休みだったんで今向かってます。はい。でまあ平日なんで何人くらい来るかちょっとわかんないですけども、なんとかゲットできんかなと思うんですが、まあネットの方はもう完全に売り切れてるので、まあベージュ系のカラーがゲットできればいいかなと思うんですけども、まあ今、9時半ぐらいなんで、まあ11時15分からなんで、はい、なんとかちょっとゲットできればなと思います。では行ってきます。今着いたんですけれども、なんか今10時45分の時点ではあんま誰もいないですね。まあここから増えるのかどうかわかんないですけども、まあまだ店が開いてないんで待つしかないですね。はい、帰るといいな。一番でゲットできました。最高です。またちょっと帰ってレビューしたいと思います。よいしょ。はい、今ですねやっと戻ってきまして、ですね結果なんですけども、この通り買えました。よかったです。今日マジで使いましたね。たまたま昨日ですね、インスタグラム仕事の休憩時間に見てましたら、あれと思ってですね見たらですね、なんとマウンテンジャケットが抽選しますよっていうのがあったんで、でちょうどですねたまたま今日の日、今日が自分ちょっと休みだったんで、まあこれは行くしかないでしょうと思って行った形になりますね。でまあちょっとまあオンラインの方はもう全部売り切れてまして、でまあだいたいいろんなスポーツ用品店行くと黒とかは残ってるんで、まあちょっと黒買おうかなとちょうど思ってたところに抽選っていうのが出てきたんで、まあこれはもうしかも平日の金曜日なんで、おそらくそんなに集まんないでしょっていうのもあったんで、でもう行った形になりますね。で並びに関しては一応トータル多分おそらく30人いかないぐらいだとは思うんです。20何人ぐらいですかね多分おそらく。で普通に並ん、まあ結構、まあやっぱりその、なんていうんですかね、ノースペースの服着てる方やら、まあ大体シュプリーム系の着てる方やら、あと普通の、スーツの人もいましたね。サラリーマン、サボリーマンじゃねえかってちょっと思ったんですけど、だからそれぐらいやっぱり今、ノース人気っていうのはすごいですね。会社の合間サボってくるぐらいの人もいるんで、はい。で、まあくじ引いた時に、ああ、まあちょっと微妙、多分きつい、どうせくじになるだろうないだろうなと思って引いたらですね、なんとですね、1番でした。これまず奇跡だと思って、普通に紙開けてみたら、あれ ?1 番だと思って、これなんかの間違いかなと思ったんですけども、普通にもう1番でリアルに買いました。はい。で、今回ですね、買ったのが、新しい新色のカラーになりまして、こちらですね、この色になります。まあ、ちょっとベージュっぽいものに比べるとちょっと濃い茶色、ブラウンっていうんですかね、のカラーになります。で、品番が、マウンテンジャケット、これね、これですかね、こんな感じ、見にくいかな、ちょっとなかなか光で見にくいですね。マウンテンジャケットの品番が NP61800、カラーがワイマナーブラウンという色になりますね。これが今年の新色になりまして、でパッと見た時にこのカラーと黒とあともう一つ、ベージュの色がありまして、で見たらこれもあったんでもう速攻こっちに行っちゃいましたね。で試着1番だったんで試着も全然余裕でできたんで試着させてもらって買いました。で今こちらにマウンテンライトがあるんですけれども、こちらは M なんですけども、今回こちらはL サイズを買いました。これは試着してですね、
試着してみて、まあ M だろうなと思って試着しなくてもいいかなとか思ったんですけども、まあたまたま1番で余裕もあったんで、着てみたらですね、なんかMM サイズを着た時に、まあ普通に大きいんですけど、まあ普通にこれぐらいのサイズはあるんですけども、なんかこの脇の部分ですかね、脇の部分にちょっと窮屈感感じまして、でしかもこれ今 T シャツ着てるんですけど、T シャツの上から着てもちょっと窮屈感を若干感じたんで、あ、これちょっとワンサイズ上げなあかんかなと思って、一応もうワンサイズ上げました。で、まあ後ろの人も詰まってるんで、まあそんな時間、まあそんななかなか一人自分でも時間取れないんで、まあ一応それでまあサクッと L サイズを買いましたね。はい。ではですね、早速ちょっと細かい部分見ていきましょう。ではですね、ちょっと細かく見ていきましょう。で、こちらがまずマウンテンジャケットになりまして、で、まずこちらですね、チャックの方ですね。チャックの方が普通のジッパーと、あとこういう、なんていうんですか。こういう、なんていうんだろう。名前が忘れちゃった。こういう、チャックも止めれるし、これも止めれるみたいなね、感じになってまして。まあ、バルトロも多分こんな感じになってますよね。はい。で、見ていくと、こんな感じで上まであって。で、あと、この特徴的なのが、マウンテンジャケットだと、ここに、ジップがありますね。ここから風が通せるような。で、止水ジップになってますね。ちゃんと水が入らないような感じになってまして。で、あと、特徴、デザインの特徴はこれですよね。切り返しがいいですよね。ここの肩の部分と、普通、マウンテンライトとかだと、バーって一緒の色なんですけど、ここが切り替えになってるし、で、あと、途中もまた、途中からこういう風に黒に切り替えになってるんで、ここのデザインがかっこいいですよね。で、あとこの腕の部分も色の切り返しっていうんですかね、これがいいかなって感じですかね。で、あとはまあ通定番の、山登りの服なので、ちょっとこの普通のポケットの位置よりは上の方にポケットがある感じですかね。はい。で、中を開けると、これマウンテンライトと違うのが、ここになんか、なんていうんですかね、こういう風に止めれるようなやつですかね。名前はなんかわかんないけど、ここに止める、ここに止めれるようなコーナーがついてる感じですかね。で、これもジップインジップ方式にとってまして、表面のジップと、あと裏に確かもう一個、あ、こっちですね。この裏に、ここにもう一個、ジップインジップができるような形でジップが二重になってますね。はい。で、あとは、ここにポケットがありますね。こっちと、こっち側にですね。まあ、あとは、ここら辺はまあ全然薄い生地になるんで、まあ、あとは生地はゴア、定番のゴアテックスですね。はい。で、続いてが、まあ、あとこんなぐらいですかね。まあ、生地の厚で、厚さ的にはまあマウンテンライトと変わんないんで、まあ、ただちょっとこっちの方が、1万円ぐらい高いので、値段的には。はい。って形ですかね。はい。では早速ちょっと試着したいと思います。はい。ではですね、着るとこんな感じになります。今これ着てるのが、私は身長173センチで、体重が73キロで、サイズ L になります。まあ、やっぱり大きい感じはするんですけれども、まあ、中に、何か着ると考えればですね、このサイズが一番いいかなと思います。ちょっと M サイズもさっきのお話として着てみたんですけども、なんか若干ここら辺がすごい、このなんていうか、手ですとか、まあこれ身幅とかは全然 M でいいんですけど、なんかこの辺がですね、なんか引っかかる感じがしたんで、 T シャツから着てもで、L にしました。はい。で、前止めるとですね、ちょっとこんな感じになります。まあ全然ちょうどいいですね。まあ今これちょっとT シャツの中着てるんで、全く余裕にはなるんですけども。で、まあ、大きい部分も、まあ、ここの方で止めれますし、あと、この部分が、なんていうんですか、縮めれるやつがついてるんで、これで調節はできるんで、まあ、全然問題ないかなと思います。で、やっぱりこのマウンテンジャケットというと、まあ、この切り返しの部分ですね、この模様が、まあ、かなりかっこいいなっていう感じで、これです。はい、こんな感じになります。はい、こんな感じになります。じゃあ、ちょっと次にですね、中にですね、中になんか着てみて、試着したいと思います。はい、では次にですね、まあ、先日買ったデナリジャケットですね、の方の上から着てみたいなと思います。まあ、今こんな感じですね。まあ、一応このデナリジャケットが、L サイズになります。
全然余裕ありますね。やっぱりこれが多分レナリのこの L 着てて、このジャケットが M だったら多分パンパンになりますね。やっぱさすがこれ L にしてるだけあって全然余裕ですね。で前を締めると、あっこんな感じになりますね。なんでまあこの2つがあれば、まあ、マウンテンダウンは最悪買えんかったらまあいらないかなっていう感じですね。めっちゃあったかいですね。はい、なんで全然やっぱり L で正解ですね。はい、こんな感じになります。はい、こんな感じになります。まあ、なんでこれまあ今ちょっとその上から来てますけど、ジップインジップでしてもいいですし、そのまま来てもいいです、どっちでもいいですね。まあ、なんでこの2つあればかなりめっちゃ暑いんで、かなりこれ真冬とかでも全然いけるかなと思います。はい、じゃあこんな感じになります。はい、ではいかがだったでしょうか。まあやっぱりもう今10月に入ってるんで、まあどんどんこれからダウンジャケットですとか、まあこういったジャケットなんかもですね、どんどん発売されていくと思うんで、まあやっぱりちょっとしっかり情報収集しといた方がいいかなと思いますね。まあたまたま自分もインスタグラム、ノースフェイスのラシック店さんとか、まああといろんなスポーツ用品店も登録してるんで、やっぱりまあインスタが一番早いですね。もう最近やっぱりちょっと企業戦略なんかわかんないですけど、インスタがこれ発売しますとかですね、そういったのが結構多いんで、やっぱりインスタグラムなんかもチェックしていった方がいいかなと思いますね。で、まあただ休みが合わないといけない形にはなるんで、まあこういう平日販売っていうのはちょっとまあ働いてるサラリーマンとかの方だったらまあちょっと厳しいかなと思いますね。まあたまたま自分も金曜日、金土は祝日のために枠開けてるんで、たまたま来ただけなんですけども、これがもうもろ昨日木曜日とかにやられたらもうアウトですよね。もう絶対行けないんで、はい。仕事中そんなさ抜けてまではいける余裕はないので、はい、まあ、たまたま日にちがあってよかったっていうだけですね。まあたまたま9時運が良かったっていう感じですね。はい、なんでまあやっぱりノースフェイス人気なんで、まあ一応今ウェブ抽選、先週のマウンテンライトをやって一応55番の結果は出たんですけど、ちょっと55番だったら微妙かなと思って、まあ、今回これ変えたんで、まあ、別にいらないかなとは思って、まあ、次回ですね、まあ、バルトロだとか、そっちの方に期待したいかなと思います。まあ、多分バルトロがこんな平日発売になったらもうかなりわや、まあ、多分何百人と来るような感じが気がするんで、まあ、なんともですけど、たまたま、まあ、今回マウンテンジャケットだったからそんな集まってないのかもしれないですね。ただベージュ系のカラーはやっぱ希少なんで、まあ、一個はやっぱ欲しいなとずっと思ったんで、まあ、買えてよかったかなと思いますね。まあ、去年は本当さすがにインスタグラムなんかとか全然チェックしてなかったですし、なんかもう情報がもう遅かったですね、完全に。もう去年に関しては、まあ、いろんな YouTuber の方が紹介者で見てはいたんですけども、なかなかそこまでなんか必死になってなかったというか、まあ、今年はもうかなりもう去年買えなかった分が必死あって、かなりちょっと必死になってやってた感はあったんで、で、あとなおかつちょっと前の動画で紹介したダウンジャケットとかも着れなくなってしまったりとかあったりして、ちょっと冬のジャケットがないので、まあいろいろとなんか欲しいなと思って、まあそういったのがあって、まあ今回は、まあ、たまたまそういう情報収集、まあいろんな方にもいろいろ教えてもらって、まあ変えたのにつながったのかなと思いますね。まあいろいろまあコメントいただいた方ありがとうございます。はい、であとまあサイズ感に関しては、まあやっぱり結構L で良かっただったとか XL で良かった、まあ、実際は L かなと思ったら着てみたら XL だったっていう方もいらっしゃるんで、まあやっぱり試着試合はちょっと怖いですね。まあネットの身幅とか着丈とか、まああいったので推測して買ってもですね、意外になんかアウターとかだとなんか中に着てその上に着たりするんで、まあ、その辺も考えて買わないとですね、なかなかサイズが合わなかったりとかっていうのはありえますね。まあなんで今回は本当マウンテンライトと一緒かなっていう感覚でいたらですね、全然まあ着てみたら違ったって形なんで、まあ、店員さんにも聞いてみたら、まあいろいろ形が違うんでとは言われて、やっぱり多少はやっぱ変わりますよとは言われたんで、はい。はい、ではこんな感じになります。またですね、何か購入したりですとか何かありました情報などがありましたら、また随時ですね動画の方でアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。